寝坊してしまいました。宴があと少しであるのにどうしたらよいでありんすか。寄ってきなぜ。今晩なし。江戸時代からタイムスリップ、アリンスこと花魁の神月さくらでありんす。大変でありんす。なんと寝坊してしまいした。このままでは宴が間に合わないでありんす。なんで今回は花魁の化粧が5分でできるかどうかをやっていきんすえ。よーい、こんなことやってる場合じゃないでわけです。5分やっていきんすえ。おー、まずは目からやっていくでありんす。というかあちきのメイクほぼほぼ目でありんす。あの目がしっかりしてないと全然その舞台でも映えないんで、目はしっかりめにやっていくでありんす。といっても5分しかないんで、急ぎ目でやっていくでありんす。うわ、ちょ待って、なんかあうまく濡れてないでありんす。あ、まあ5分だから言うでありんすかね。うん、大丈夫。これ集中すると無言本当に無言。いやだってそれくらい真剣でアチキたちは化粧をしているんでありんすよ。殿方聞いていいんすか。アチキたちはいつでも誠心誠意で頑張っているでありんす。いや、もうこんなこと言ってる時間ないでありんす。アイシャドウをちょこちょこっと塗っていくでありんす。はい、まず目は大丈夫でありんす。あ、目というかあの粉は大丈夫でありんす。次に眉毛描いていくでありんす。あの本当はちゃんとこういうペンを、あの眉毛描く用のペンがあればいいでありんすが、あの普通の薬局に売られてなかったんで、口紅を描くペンシルでありんすが、それが思った以上にあの眉毛の色を綺麗に出してくれたんで、あつきはずっとこれを使ってるでありんす。あの突き出しの時から。で、さっきのアイシャドウでぼかしていくでありんす。いつもはもうちょっと丁寧に眉毛描くでありんすが、ちょっと今時間がないんで。で、ちなみにこの、鉛筆でありんすな。これをまた目にもちょっと使うでありんす。こうすることによってより目力がつくでありんす。つくであり、つくで、つく、つ、つきんす。つきんす。で、大方終わったんで、次はつけ、まつげをつけていこうと思いんす。これがいつも失敗してしまうでありんすが、あんな、あちき実は目が、こっちが一重で、こっちが奥舞台でありんすよ。なんで、つけまつげつけるのが、ちょっとめんどくさいでありんすよ。奥舞台の方に合わせて、あの、つけていくと、一重の方が合わなかったり、逆に一重の方に合わせていくと、あの、奥舞台に合わなかったり、ちょっと本当にめんどくさいでありんすよ。あ、しまったな。いつもは奥舞台からやって、あのどっちかっていうとバランスが取りづらいのって一重の方でありんすから、一重の方からつけていくでありんすが、ちょいと間違えて
あ、一重の方じゃない、二重の奥二重の方からつけていくでありんすが、ちょいと間違えて一重の方につけてしまったでありんす。ここがうまくいけばあちきのメイクほぼほぼ完成でありんす。もうのりとか乾かしてる時間ないでありんすかね。あー、やっぱりちょっとずれた。でも気にしてる時間がもうない。あと30秒切ってる。塗ってくでありんす。塗ってくでありんす。終了。どうでありんすか？ほぼほぼ出来上がってると思いんすが、口紅塗ってない。でも口紅の部分だけ除けば完璧でありんすな。もしかしたら天才なのかもしれないでありんす。あの、これ本当はあちきが5分で、間に合わないどうしようってなって、あの2回目を挑む予定でありしたが、まさかの1回目で大成功。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。次の絵巻でお会いしましょう。おさらばへ。